フィリピンの無人島。海域東南アジアは、インド洋、南シナ海、西太平洋の間に位置する、世界最大の2つの軍島で構成されている。海域東南アジアは、東南アジアの一部で、東南アジア本土の体となる概念。現在のブルネイインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、東ティモールといった国々で構成される。海域東南アジアは、 軍東部東南アジア、東諸部東南アジア、または東南アジア東諸部などとも呼ばれる。16世紀の用語、東インド諸島及び19世紀後半の用語、マレー諸島は海域東南アジアを指す場合にも使用される。インドネシアとマレーシアでは古代ジャワ語のヌサンタラが海域東南アジアの同義語としても使用されている。ただし、この用語は民族主義的であり、 範囲が若干異なる。こちらは通常、マレー半島、スンダレッ島、モルカ諸島、そしてしばしば西ニューギニアを包含するだけで、フィリピンとパブアニューギニアは除かれる。数千キロメートルに及ぶ、この地域には非常に多数の島があり、地球上で最も豊かな海洋として、動植物の生物多様性に恵まれている。海域東南アジアを、 現代の本土の東南アジアと区別する主な人口統計上の違いは、その人口が主にオーストロネシア人グループに属していることである。この地域には世界で最も高度に都市化された地域がいくつもある。ジャカルタ都市圏、マニラ首都圏、クアラルンプール都市圏、シンガポールなど。しかし、この広大な地域の島々の大半は無人島である。 東南アジア海域の陸海面積は200万平方キロメートルを超える。2万5000以上の島が存在し、それらは多くの小さな群島に属している。主なグループは次の通り。面積の上位7位までの島は、インドネシアのニューギーニア島、ボルネオ島、スマトラ島、スラワイシ島、ジャワ島、フィリピンのルソン島とミンダナオ島。 生物地理学におけるマレシア植物区系区は海域東南アジアに対応している。自然科学ではこの地域は海洋大陸として知られている。また、生物地理学の植物省ではマレシア植物区系区に対応している。地質学的には群島は世界で最も活発な火山地帯の一つであり、特にジャワ島、スマトラ島、小寸田列島地域に 標高3000メートルを超えるほとんどの火山が一致している。また、プレートテクトニクスによる作り山運動によって、マレーシアの最高峰である標高4095.2メートルのサバ州のキナバル山や、ニューギニア島の最高峰である標高4884メートルのプンチャックジャヤのような鉱山が生み出されてきた。群島の他の鉱山には、 インドネシアの4760メートルのプンチャック、マンダラや4750メートルのプンチャック、トリコラなどがある。群島の気候は、ほぼ全域が赤道付近にあるため熱帯気候である。2017年現在、この地域には5億4000万人以上の人々が住んでおり、最も人口の多い島は、ジャワ島。そこに住む人々は主にオーストロネシア系の民族で、 西マレーポリネシア語を話す。東南アジアのこの地域は、東南アジア本土の人々と太平洋の他のオーストロネシアの人々の両方と、社会的及び文化的なつながりを有している。イスラム教が主な宗教であり、フィリピンと東ティモールでは、キリスト教が主である。仏教、ヒンドゥー教、伝統的なアニミズムも多くの信者がいる。歴史的には、当初東南アジアとされる、 この地域はセデスのインアナイズドステイツオブサウスイーストアジアに見られるように大インドの一部とみなされてきた。オーストロネシア、またはオセアニアと共通する民族言語と歴史的起源を有しているのはこの地域から後者のグループが発症してそれらの地域に拡散していったことに起因する。歴史家は東南アジア地域の海のつながりを強調しており、それにより 地中海沿岸と同様に単一の文化的及び経済的単位として分析することができる。この地域は中国の長江デルタから南シナ海、台湾、ジャワ海を含むマレー半島まで広がっている。この地域はオーストロネシア人の海洋国家的な文化に支配されていた。インド洋におけるオーストロネシア人の戦士時代及び有志時代の海上貿易ネットワークインド洋で 最初の海上貿易網は海域東南アジアから来たオーストロネシア人によるものだった。彼らが最初の外交戦を建造した。彼らは早くも紀元前1500年に南インド及びスリランカとの交易路を確立し物質文化と栽培植物を広げた。インドと中国の物質文化をつなぐだけでなく特にインドネシア人は カタマランとアウトリガーボートを使用して、スパイスを取引し、インド洋の偏西風の助けを借りて遠く東、アフリカまでも航海していた。この貿易ネットワークは、アフリカとアラビア半島にまで拡大し、その結果、紀元前1000年期の前半までにマダガスカルは、オーストロネシア人の住む土地となった。それは、有志時代まで続いた。古代のオーストロネシア人の貿易ネットワークは、 あとに中国の宋の貿易艦隊によって西暦900年頃から使用された。これは海のシルクロードとして知られている中国と東南アジアの間の貿易の新たな繁栄につながった。東南アジアの製品と貿易の需要はこの時代の中国の人口が7500万から1億5000万に倍増したことで拡大した。宋王朝の崩壊後侵略と飢饉により 中国との貿易は停止した。14世紀から16世紀の明王朝の時代に復活した。1405年から1431年までの平和の遠征航海は東南アジアとの貿易を増やすために重要な役割を果たした。中国の貿易は宮廷によって厳格に管理されていたが、 貧南民の拡散は、東南アジアとの非公式な貿易と文化的交流を促進し、この期間中に東南アジアの各地に定着していった。中国政府の公認を受けていないにもかかわらず、これらのコミュニティは、マラッカ、ホウヤン、アユタヤなどの都市間でのビジネスと貿易のネットワークを形成していた。これらの中華系の人間は、移住先の各地の政府で、役人や、 外交官にもらった。ありがとうございます。